山田定義11月26日から1971年11月16日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。福岡県出身。山田氏史家陸軍大佐の長男として生まれる。松江中学校を経て、1914年12月、海軍兵学校を5番117名の成績で卒業し、 1915年12月、海軍少尉に任官。1916年12月から翌年まで、航空術学生として学んだ。横須賀航空隊付、フランス駐在、横須賀航空隊分隊長、同飛行隊長、霞ヶ浦航空隊教官などを経て、1928年12月、海軍大学校を卒業した。連合艦隊参謀。 軍令部第一班、第二課参謀、同、第二班第三課参謀、第一航空戦隊参謀、海軍省臨時調査会員、フランス大使館付け部官、軍令部第三部第七課長、横須賀陳述付、総流、加賀の各艦長などを経て、1941年10月、42期の一選抜組として少々に進級。太平洋戦争には、 第25航空船隊司令官として出生した。第3艦隊参謀長、横須賀航空隊司令、第51航空船隊司令官などを歴任し、1944年10月、海軍中将となった。第101航空船隊司令官などを経て、第3航空艦隊司令長官として、終戦を迎え、1945年10月、予備役に編入された。 ありがとうございます。